どうも、ブヒケンです。本日は日曜日、作業を始めていきましょう。サフの成形ですね。ちょっと垂れちゃったとこから行く？いや、屋根から行くかね。上から下へいつも行くのであとトランクね、トランクが問題だな。ここの反応しちゃってるところがどうかな。これやっぱな、反応しちゃってんだよな。縮んでるの分かりますよね。多分この辺とかはね、うまくいくと思うんだけど、それ以外のところはさ、ちょっと先にトラックちゃんをミノムシにしてから、あれ買いに行ってねえっけな。先ちょっと帰ってきますわ。はい、買ってきました。ちょっと奮発していいやつ買ってきちゃったん。よいしょ、これだったら完璧よね。まあこれ何してもさ、ホコリは絶対にねつくんだけど、結局そのホコリをさ、こう何落としたくなるじゃない。そうするとさ、やっぱウエス傷みたいのつくのよね、どうしても洗車なんかしたりするとさ。なんで極力いくらホコリがついても、なるべく雑巾ではなるべくね拭かないようにはしてるんですよ最後の最後にはね、あれ一回ぐらいやりたいけど、ここまで綺麗になっちゃうとね、怖いんで、ちょっとね綺麗にしようなんて思って、こなれて雑巾でやってたらその傷が全部ついちゃいましたってねなっちゃうとね、どうしてもねそういうのつくよね、洗車とかお掃除するだけでも。それを避けたいのでね、なるべくねボディ拭かないようにしてる、ホコリがついても。まあこういうので落としたりはするけどね。よし、これで大丈夫でしょう。じゃあやっていくか。ちょっとヤスリの用意をして、ヤスリの用意をしてやっていきます。はい、それでは用意ができましたので、行ってみ、大丈夫そうだね。でもこうやって見てもね、これでちょっとね、あのサフの成形というやつをまずやっていきます。手作業で全部いきます。はい、地味な作業です。ここから1週間ぐらい地味な作業が続きます。なるべくカットして短くしますねはい、これが今線映ってるかな。これが垂れたとこですこれが垂れたとこ、ここをちょっと直していきますね。前も言ったことあるんですけど、難しいよね本当は。この垂れてるここを削りたいのにさ、こうやってやってるとそのこっち側とこっち側が削れてっちゃうんだよね。まあこれサフだからまだね削りやすいんだけどね。よいしょ、ああここまだ、こっちは OK。
こっちはオッケーだね。この辺まだだな。こっちは全然オッケー。こっちは全部消えた、うん、この辺がすごく綺麗にいけたね。ここもいいな。消えたな。ここだけちょっとまだあれですね、うん、この辺からこの辺まで。よし、完璧だね。この辺のタレは全部 OK よ、完璧。今ここの線から上、ここまでやった、ここの辺まで。で、屋根の半分からね。垂れたのはこことトランクなんで、トランク行く？ここの反応が気になるしな。ちょっと行ってみようか、ここ。まず垂れてるところと段差のやつを出します。この段差はね、消せるんですよ。これは問題はここのね、反応してるとこね。ここがね、強引にタフで押さえるしかないんだろうけどな。ちょっと鳴らしがてらやってってみますね。いい感じ。ここは全然 OK よ。いい感じ。うん。あと塗料入れて反応しなきゃいけんね、この辺。どこだか分かんなくなっちゃったけど。どこだっけ。まあいいや。うん、あと全部 OK。で、モールがはまるところ。で、出ちゃうのがここなんですよ。ここ、このちっちゃいのと、ここ。なんとか消せねえかなと思ったら、もう周りが全部落ちちゃったので、ここダメだ。もう一回パテ入れなきゃダメだ。ここね。ここと映んねえか。ここ。こっちもね。あとはいいな。ちょっと地肌出ちゃったな。もう一回、こうなるとね、もう一回錆止め入れてね、あの錆止め入れて、サフ流してってやんなきゃなんないんですよ。まあちょっとだからね、この辺もちょっと出ちゃったでしょ。うん。まあちょっとだからちょっとね、やっときますけど。誤算だったな、こんな。そう、ここ削っててこっちまで削っちゃったんですよ。誤算だったな。おい、消えると思ったんだけどな、これぐらい。まあいいや。で、あとひどいタレはもうないな。あとは段差が生まれたところもサフで、まあ見た感じでもう埋まっちゃってるから大丈夫なんだけど、そういうところの整形を先に集中的に。ちょっとここ行きましょう、ここ。わかる？映るかな？この段差が消えてくれりゃいいけどな。こうなってるとこはやりやすいですよね。こうなってるとこやりにくい。こことかもそうだけど。ちょっとここ行きます。
ちょっと甘いかな。どう？よし、屋根半分いきます。いや、ちょっと待ってちょっとくーちゃん散歩行ってきますね。あー、帰ってきました。あったかいんだけど風がすげー強えな。さて、それでは天井やっちゃいましょうか。今日中にちょっと天井とこっち側と同じぐらいまでね、ちょっと行きたいですね。Thank you.